市長すいません、東京都議会で、ええ、セクハラのやじを飛ばしたとされる議員、自民党の議員が自ら名乗りを挙げられたんですけども、先月、市長も議会の、共産党の市議の方の、態度に関して、いろいろご指摘されたかと思うんですけども、今回の事例の経緯、すごいですね。いやあれも中身がもうとんでもないひどいもんでしょう。で議会のヤジがね、なんかいい部分もあるっていうのは社会人としておかしいと思いますよ。それは議員だけをやってる人とか、ね、社会人経験がなく若いうちから議員になった人とか、もう長いこと議員だけをやってる人はね、あれヤジというものはいい部分があるんだって言いますけども、一般社会で普通の会議とか何かそういうことがあるときにね、あんなヤジなんか飛ばしたらもう社会人として失格ですよ。そんなの退場ですよ。だからヤジがなんかこう議会のね一つの良き文化だなっていうようなことを言ってること自体がね、もう時代遅れだと思いますけどね。一般の社 PTA の会議でも自治会の会議でもいいですけどもね、みんなが集まって何か議論をする討論をするときにあんなヤジが通るんですかってことですよ。だから国会議員でも都議会議員でもみんな議員ね、あんなヤジる人たち、じゃあ自治会の会議とか PTA の会議とかいろんな会議出たときにやるんですかってことですよ。僕は議員とその市長という関係でもね、社会人同士の関係であって別に彼ら友人でも知人でも何でもないわけですから、社会人同士との社会人同士での付き合いのね、最低限のルールぐらい議員守らないと。だから議場でのヤジがいいんだって言うんだったら、ぜひ PTA の会議でも自治会の会議でも彼らがいつも有権者のね会合に出てる会議でやじってみてくださいよ。まあちょっと議員のそのこの何て言うんですか、感覚というか、その議会でああいうのメディアもね、かつてのいろんな人のこれはいいやじだとか味のあるやじだとかいうことでちょっと持ち上げすぎですよ。そんなやじなんか一般社会ではこれはもう認められません。おっしゃったのはやじとか、今回 の, 内容については、いやそれはもうコメント出すまでもなく、それはもうアウトでしょ、でしかももっとひどいのは誰が言ったかわからないというような形にしてたんでしょ、自民党は。それは最低ですよ。それでそれで押し通してなんとかなると思ったんでしょうね。まあ、これはメディアが一生懸命あえて報じて追い詰めていったということで、これは権力チェックが働いたと思いますけどね。まあ閉まったと思ったらすぐに名乗り出て謝るってことを最初にやればいいのにね、それをなんとかごまかしていこうなんていうことをね思ってること自体が、まあ、東京都 の, その自民党、まあ、これは最低でしょうね。もちろんやじった本人も最低でしょうけども、いや本当に議員というか、政治家の感覚というのはこういうところでやっぱり世間の非常識だということが露呈してしまったんじゃないですか。